ユリアがいるのだろう。カシオス、このカシオスの恐ろしさ。Thank you.
シャイナさんは知っている。ああ、アイオリアが強行の間で聞くところでは。なんだって。誰かが目、そうだとすればカシオス。俺の名はセイヤの身代わりに死のうというのですか。それでしたらばこのカシオスにも考えがあります。死なせはしまう。この四肢球を通る者は殺す。アイオリア、沙織さんが胸に黄金の矢を受けたんだ。急いで教皇の間に行かなければ。沙織、アテナ頭がく。アイオリア、どうしたんだ。アテナなど関係ない。ゴールドセイントに挑む愚か者め。この四肢球を通る者は殺す。この四肢球を通る者は殺す。そうだとすれば倒すしかない。アイオリアは記憶喪失にでもなったのか。
シオスは自らの命を犠牲にしたのか。十二級の戦いが始まった時から犠牲が出るのは覚悟していたか。今は悲しんでいる時じゃない。正義のために命を捧げる覚悟などどうにできている。カシオスと同じようにたとえ星になっても正義を守り続けてやる。そして心の中にある大切なもの全てを守るんだ。